今年から最長区間になりました花の2区、日本屈指のランナーが集う中、この伊勢崎中継所に向かってきた、トップで向かってきたのはやはり圧倒的な強さを見せている太田智樹、トヨタ自動車8年ぶりの王座奪還へ、さあ伊勢崎中継所に向かってきました。待っているのは駒澤大学卒ルーキー、スーパールーキーの田澤廉です。笑顔も見えています。スーパールーキー太田のこの快走をまた後続につなげていきます。トップでたすきを渡したのはトヨタ自動車、3つ順位を上げました。すでに独走体制が築かれ、さらに後続との差を突き放していきます。田澤廉が走り出していきました。
はい、箱根駅伝からこのニューイヤー駅伝へ舞台を変えた田澤廉です。いよいよニューイヤー駅伝のデビュー戦はこの3区 15.4km です。最初の 1km が2分38秒でした。そして 3km 通過8分6秒という、いや、とてつもないペースで入りましたね、岡田さん。そうですね、ね、本当に今独走ですけど、本当にこう攻めた走りをしてますよね、はいはい、非常に攻めた走りをして、トヨタ8年ぶりの優勝を目指して、そしてこの田澤廉がスタートしています。これがニューイヤーデビューです。小原さんはこの田澤廉、どんな走りを期待しますか？そうですね、やはりね、いろいろ世界も、ね、経験しているランナーですし、はい、やはりこれからね、やはり、まあ、もっとこう世界で戦える、ね、選手になってもらいたいというのもあるので、はい、やはりこの、ね、ペースでどこまで押し切れるかっていう、そこは、ね、見てみたいなと思いますね。12月10日の日本選手権で自己ベストをマークしましたが、ただ本人はこの1年間まだまだ成長はしていないんだという話をしています。いよいよ田澤廉の2024年がスタートしています。そしてルーキーの田澤廉選手にトップでたすきをつなぎました。田澤選手にどんな走り期待しますか？もう力は皆さんが分かっている通り、もう日本トップクラスの力を持っていますので、特に心配しないし、先頭で渡した以上、後ろを離してくれる走りをしてくれると思うので、期待したいと思います。そして今先頭を行きますトヨタ自動車の田澤が10キロを通過しまして、ただ一人ですけども27分35で行きました。ハイレベルですね、まあ、13分30秒台で、ね、通過し5キロ通過してましたから、まあ、27分台行くんでしょうけど、早いですね。まあ、やはりその神田さん、力強さ、まあ、前評判通りというところ出してますね。そうですね、ここまでも本当に何の心配もなく走れてると思いますし、本当にこう駅伝、ニューイヤー駅伝デビューですけど、堂々とした走りを見せてくれてると思います。佐藤総監督もとにかく4区、まあ、コリルが、まあ、今までの外国人よりもまずいいんだけれども、やっぱり心配な部分があるんで、この2区3区でアドバンテージ取りたい、主導権は握りたいという話もしていました。ご覧のように5区には田中、6区に世界陸上経験者の西山がいて、7区アンカーには最後の切れ味も鋭い服部勇馬、東京オリンピック代表がいます。はい、残り3キロを切ってからさすがに苦しい表情には変わりましたが、ただ最後まで力を振り絞って、田澤廉らしい走りでしたね。そうですね、本当にね、かなり、ね、きつくはなりましたけど、はい、この5キロも14分21ぐらいちょっとかかっているので、はい、やはりね、ペースはちょっと落ちてますけど、まあ、やはり前半ね、突っ込んだ分、まあ、しっかり今はね、粘ってこう走っているとは思いますね。はい、ここまでトップを走っている NTT 西日本の小林歩も駒澤ですから、駒澤旋風がここでも吹き荒れています。田澤廉、見事なニューイヤーデビューになりました。いよいよ中継所です。第3中継所が生まれ変わりました。小島中継所、三菱電機群馬製作所前です。トップで来たのはトヨタ自動車、8年ぶりの優勝へ。15年連続入賞というチームが7年間優勝から遠ざかっていました。その優勝を2区でトップに立ったトヨタ自動車がしっかりと手繰り寄せた。第2中継所では34秒の差があった。その差をリードを広げたのがこの田澤廉です。スーパールーキーがやってきました。駒澤大学で大学駅伝3冠を達成した駒澤大学のそのエースが上州路で堂々のデビュー。苦しそうな表情、ただ足取りは軽やかに前に進んでいます。待っているのはフェリックス・コリル。陸上を始めたのは4年前、わずか4年でアンダー20の表彰台に立った選手に今トップで襷が渡りました。トヨタがトップで通過。さすがすぎるわ。追い風だったんですけど、まあ、それに助けられました。ちょっと向かい風の時もあったけど、やっぱり、まあ、今出せる力は出したと思います。1位でもらった助け、そのまま1位でしっかり行きましたね。よかったです。ちょっと不安だったんですけど、よかったです。日本選手権終わってまだ全然立ってなくて、練習もちゃんとできてなかったんで不安だったんですけど、まあ、でもしっかり1位でつなぐことできたんで、すごいな、12分にまた明日と思います。素晴らしい、本当にありがとうございました。
疲れ様でした。すごかった。甘いもの食べてください。はい。選手の力の差がなくなっている。